ご機嫌いかがですか。新年おめでとうございます。 YouTube をご覧のあなた、ありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。本日は後期2679年平成31年1月3日木曜日です。新年最初の街頭スピーチです。ここは東京新宿駅南口です。ただいま午後6時5分です。気温は7度少々です。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口で街頭で訴え続けております。長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。今日テレビ新聞報道機関の露骨な偏向報道、印象操作、異なった意見がある場合は両論併記が原則にもかかわらず、こんばんは。あえて日本を貶める反日の報道に成り下がっているのが現状です。公共放送 NHK までもがこのありさまです。皆さんもご一緒にここで街頭でスピーチしませんか。一言でも二言でもね、自由に社会や政治に疑問や意見を投げかけてはいかがでしょうか。今日の報道、偏向報道、印象操作、時には嘘の報道、このような報道に日本の危機を感じ、私長谷川隆はここ東京新宿駅南口で街頭で辻立ちで言論の自由と報道の公正を訴え続けております。これは選挙による議会制民主主義を守るためです。皆さんもご一緒に、こんばんは。皆さんも一つね、一言でも二言でも結構です。ぜひご参加ください。新年おめでとうございます。今年最初の街頭スピーチです。ありがとうございました。